プロデュースの皆さん、どうぞお入りください。私も、三十数年のカーリング歴になりましたけれども、このフォルティウスとして新たなことにこれからどんどん挑戦していきたいと思いますので、今日、少しの間になりますけれども、皆さんとのお話の中でたくさん魅力なども伝えていきたいと思っています。今ですね、フォルティウスは新しいスタートを切りまして、これからカーリングを、競技の部分でもそれ以外の部分でも盛り上げていきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、フォルティウスの吉村沙耶香と申します。今日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、フォルティウスの小野寺佳穂です。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。本日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは、12月に新たに加入しました小林美奈です。現在は学業と両立してカーリングの活動を行っております。本日はよろしくお願いいたします。そうですね、本当に見ていて本当に最後まで素晴らしい戦いを、していましたし、結果も本当に素晴らしい銀メダルということで、本当にカーリング界の、偉業を達成したということで、私自身もやはり9月に代表決定戦で戦っていまして、オリンピックの代表を逃したということで、もしかしたらそこに立っていたかもしれないと思うと、やっぱり悔しさもありながら見ていたんですけども、やはり日本代表としてやっぱり頑張ってくれているロコ・ソラーレさんを、テレビで応援していて、本当に頑張ってほしいなっていう思いと、やっぱり自分もカーリングをやってる上で、そのカーリングっていうスポーツの、やっぱり知ってほしいっていうふうに思っていたので、オリンピック期間中もちょっとミディアの方からお声をかけていただいて、いろいろこう出演させていただいたんですけども、本当にカーリングを見てくださる方が本当に多いなっていうふうに感じました。はい、中部電力も世界選手権で活躍しましたし、やはりかなり刺激になりますか、フォルティウス自身も。そうですね、やはり日本でトップで戦っているチームなので、そういったやっぱり活躍っていうのを私たちもすごく刺激になりますし、今回ちょっとコロナの関係でちょっと危険っていうふうになってしまったんですけども、本当に素晴らしい戦いを、最後までしていたと思います。はい、もうとにかくワクワクしながら来ました。やはり普段ですね、やっぱり東京っていうのは大会もないですし、来る機会が少なくて、海外遠征に行く時の、乗り継ぎとして一瞬通過する程度でしか来ることがなかったんですけれども、このようにして今回ニューズドテックさんとご縁をいただいて、このように東京でイベントを開かせていただいたっていうのは、すごくチームにとってもワクワクする一つの出来事となったので、本当に感謝しています。今日は20社以上、30社近くのメディアの皆さんが来てくださってますが、やっぱりまた東京行きたいなと思いました。はい、来ます。はい、ありがとうございます。はい、まずは第1号としてフォルティウスのスポンサーを名乗り出ていただいて本当に感謝しております。私たちもこれからどうなるんだろうという時期は過ごしている中で、本当に朗報で、選手の本当に希望とかこれからの未来っていうのが広がりました。可能性を広げていただいて本当にありがとうございます。そうですね、フォルティウスは、ここにいる船山さんと、あと小笠原歩美さんが立ち上げてくださったチームで、私も後に加入させていただきましたが、このチームへの愛といいますか、このチームが長く続いていったらいいなという気持ちがずっとこう心にこう秘めていた中で、このようにニューズドテックさんにご支援いただいて、今後も4年ごとオリンピックの金メダルを目指すチームっていうのが続いていくということで、本当に私も嬉しく思っています。心から感謝しています。ありがとうございます。本当に12月からはちょっとこう心配も、自分たちも活動しっかりできるのかなってちょっと不安はありながら、過ごしていた時期はあったんですけども、本当にニューズドテックさんが手を挙げてくださって、本当にそうですね、今後もトップを目指していけるんだっていう風にちょっとこう安心もあって
ありましたので、まあ、今後もそのあのオリンピックを次のオリンピックを目指しながら私たちも頑張っていきたいですし、あとは本当にフォルティウスというチームが本当に長く続いていけるように私たちもこう つないでいきたいという思いがありますので、その第一歩としてまたこういうふうに、スタートできたっていうのは本当に感謝しています。まずあの次のオリンピックまでこうご支援いただけるっていうことはすごく嬉しいですし、まだまだ強くなれるチームだとも私たちは思っているので、より強くなっていけるように日々努力していきたいですし、カーリングの普及活動や、指導等も力を入れてやっていきたいと考えているので、はい、これからも頑張っていきます。フルティウスがより強くなるためと、あとカーリング界がより良くなるために貢献していきたいと思っていますし、今回ニュートテックさんにご支援いただいて、通信環境とか生活面でのご支援だけでなく、競技の向上に対してあのいろいろな開発だったりご支援をいただけると思いますので、あの一緒に活動の幅を広げるような新たな挑戦をしていきたいと思います。はい、次ここお願いします。はい、もう一回ここお願いします。すいません、お隣こちらお願いします。はい、あんまり顔にかかんない。はい、かわいいです。はい、ありがとうございます。カーリングのポーズやってほしい。なんか投げて、そうそう、うわぁ、あ、なんかこれでか、これで、あ、なんかまとまり、これでスマホ一個持つ。あ、いや、いいかも。スマホ、あん、そう、あ、そう、いいね、いいね、うん、すごいね、うん、綺麗だ。すいません、じゃあこちらもお願いします。はい、今回もお出しください。ありがとうございました。